本日は私から2点ご報告がございます。1点目はホワイトデーの花飾り、花送りについてであります。農林水産省では1月29日から花いっぱいプロジェクト2021をスタートさせ、庁舎内で花を飾ったり、特設ホームページでの情報提供やバズマフの映像配信などによりまして、国民の皆様に花飾りや花送りの協力を呼びかけております。2月14日のフラワーバレンタインの際もお願いをいたしましたが、来週の日曜日3月14日はホワイトデーになります。日頃の感謝の気持ちを込めて、大切な方にぜひお花を送っていただければというふうに思います。またお花見の時期も近づいてまいりましたが、今年は外でこれまでのようなお花見がしにくい状況にあります。桜の枝や鉢植え等を買って、ご家庭で、楽しんでみてはいかがでしょうか。2点目は福岡県および兵庫県から香港への課金由来製品の輸出再開についてであります。今シーズンの高病原性鳥インフルエンザの発生を受けまして、発生県からの課金製品の輸出については停止されたところであります。発生県17県のうち貿易措置完了から3ヶ月を経過して正常地域に復帰した福岡県および兵庫県からの課金製品につきましては、香港、ベトナム、シンガポールと協議を行ってきた結果、昨日8日までに輸出再開の合意に至りまして輸出を再開いたしました。引き続き正常地域に復帰した県からの輸出再開が早期になされるよう、輸出先国地域との協議を進めていくとともに、本病のですね、新たな発生により製造地域の復帰が遅れぬように発生予防措置に万全を期してまいりたいと思います。詳細はこの後プレスリリースをさせていただきます。私からは以上です。ありがとうございます。幹事社の毎日新聞です。持続化給付金制度について一点お伺いします。JRA が6日に持続化給付金の趣旨を逸脱した受給を調停士が調査関係者が行っていたとして調査結果を公表しましたが、受け止めと農林水産省としての対応や指導について教えてください。はい、6日の土曜日にですね、 JRA が給付者関係者の持続化給付金の受給状況に関する調査の結果を公表しました。165名が合計約1億9000万円の持続化給付金を受給をして、でこのうち163名、約1億8800万円がすでに返還済みまたは返還手続き中であること、また返還続きを取っていない2名のうち1名は競馬以外の副業収入を理由としたものであり、残り1名についても引き続き適切な取り扱いになるよう対応していると公表したと承知をいたしております。JRA からは日本調教師会及び日本記者クラブが、注意喚起にもかかわらず受給し返還をしていなかったものや、あるいは給油者従業者への指導を行っていなかった調教師の処分を行うという予定であるとともに、給油者関係者に対する研修を強化をして、給油者関係者からの通報窓口を設置することによって、再発防止に取り組んでいくとの報告を受けております。農林水産省としましては日本調教師会等からの注意喚起にもかかわらず、持続化給付金によって不適切に受給をして返還しなかった給油者関係者がいたことは極めて遺憾であります。JRA が日本調教師会等と連携をして競馬に対する国民の皆様からの信頼回復に取り組みを指導してまいりたいと考えております。幹事社からは以上です。各社様お願いします。どうぞ。フジテレビの田中と申します。ゴートゥイートのポイント事業について伺います。近鉄大宣言の加担取得に関しては延長になりましたけれども、ゴートゥイートのポイント事業に関しては3月末が期限になっています。これに関して延長などの考えはありますでしょうか。ゴートゥイートポイント事業におきましては予約を入れる期限については現在3月末までとなっておりますが、3月5日緊急事態宣言が延長されたことを踏まえまして、飲食予約サイトから聞き取りをしたところ、
このまま利用実施が続いた場合、3月末時点で少なくとも30億円相当のポイントが予約されずに残る可能性があるということが分かりました。飲食店のですね、需要喚起を有効に図る観点から、国としては予約を入れる期間を一定期間、最長では6月末までの範囲内で延長することができないか考えておりますが、現在それに向けて、各飲食予約サイトにおいて何ができるか、対応を検討いただいているところであります。今後各事業所においてですね、検討が進み次第順次、対応の内容を公表して考えております。他にご質問ございますでしょうか。日本農業新聞の岡部です。農協改革についてお聞きします。先日5日 の、 規制改革推進会議の日経ワーキンググループにですね、これまでの農協改革の評価であったり、まとめ、課題のまとめなどを農水省として提出されておりまして、その中で今後の改革を継続するとかですね、農業融資の評価を求めたりですね、あと準組合については組合の判断に基づくものとするような、まとめを提出されました。その、お考えを改めてお聞かせください。はい、3月5日にですね、農協改革を議題にしまして、規制改革推進会議の農林水産ワーキンググループの会議が開催されました。で、会議におきましては、委員から農業者の所得が具体的にどれだけ向上したかとの KPI を設定すべき等の意見があり、また J グループから農業者の所得向上の成果を示すために何ができるか工夫してみんなしてみたいという旨の回答があったと承知いたします。農林水産省としました今回の会議も踏まえまして、引き続き農業者所得向上のための自己改革の取り組みを促進しつつ、この J グループや規制改革推進会議とも議論しながらですね、検討を進めてまいりたいと考えております。共同通信の、東日本大震災からですね、まもなく10年ということで、改めまして現状の受け止めと、それから今後のですね、残された課題について現状認識をしてください。東日本大震災から10年が経ちました。改めて亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げるとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。この震災における農林水産関係被害は 2.4 兆円にも及ぶ甚大な被害でありました。本日の閣議で、第2期復興創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針が閣議決定をされました。この東日本大震災からの発災から10年が経過をしまして、農林水産関係インフラの復旧はですね、相当程度進展をしているわけでありますが、原子力災害地域においては、営農再開ですとか風評払拭、森林林業の再生、また漁業の本格的な操業再開と、いまだにさまざまな課題を抱えているというふうに考えております。就任後すぐにですね、福島県を訪問しまして、営農再開、林業生産業の再開に向けた取り組みを視察をさせていただきましたが、まだまだなりわいの再開にですね、至っていない厳しい地域になることを実感をいたしました。これからの復興に向けてはですね、農水省で今12市町村に、派遣の 職員を派遣をしておりますが、こういうことも通じながら市町村との連携を密にしてですね、農業では農地集積の特例措置の活用ですとか、あるいは営農再開の加速化に取り組む、林業では放射性物質のモニタリングですとか森林整備、あるいは新竹原木生産のための広葉樹林の再生の取り組み、水産業ではですね、水揚げの回復や水産加工業の復興、風評払拭、販路拡大、加工原料の展開の支援とと日付取り組んでまいりたいと思います。今後とも今の声を聞きながらですね、情報幅広く発信しつつ、被災地の農林水産業の復興再生に向けて全力で取り組んでまいりたいと思います。この後言い換えますので、最後にご質問をお願いします。私もやっぱり秋田フーズによる職員接待支援会、先週金曜日の会見でもやり取りがあったと思うんですが、対象を過去5年間と時間軸の部分と、あと責任経営欄というさらに部分について広げるかどうかというところで、エルの選手の質問ですと、
第三者委員会の方で広げるということを考えているけれども、いわゆる倫理規定の調査としてはやらないという趣旨のお話があると思うんですが、そういうことでよろしいですか。今回の倫理に関する調査ではですね、ナキタフーズ関係者との会食に参加したものがいずれも生産局長および資産部の管理職であったことを踏まえ調査を行ったわけでありますが、他方そのナキタフーズの関係で養鶏契約行政の公正性についてはさまざまな指摘がある中で、今般これは第三者とは別にですね、より広範囲のものを対象とする追加的な調査の実施に向けて、現在詰めの作業を行っているところでありまして、その今お話のありました、具体的な対象範囲ですとか期間などについても今詰めの作業を行っておりますが、これは第三者とは別にですね、この追加的な調査で今詰めの作業を行っているというところです。省としての再調査をされるところになりますね。そうですね、はい。